カメオタクの飼育箱チャンネルへようこそ。どうもー、ラブです。今回の動画はですね、皆さん、カメさんをどこで飼育しますか？室内飼育ですか？屋外飼育ですか？それぞれ飼育方法、飼育環境が違うと思いますが、室内飼育だと外の日光を浴びることができないですよね。ということで、今回の動画はおすすめのライト、カメさんに使ってる暖房器具、今の飼育環境をご紹介したいと思います。こんな感じで、このチャンネルでは、カメさんの飼育に必要な知識をメインに、様々な動画も発信してます。よかったら最後までご覧ください。それでは、やっていきましょう。どうぞ。まずはじめに、バスキングライトと紫外線ライトの違いについて。一番の違いは、バスキングライトは熱を放出し、紫外線ライトは熱量がありません。バスキングライトは、カメさんは変温動物なので、外の温度と同じ温度になります。外が寒いと体温が上がらず、食べたものを消化できず、排泄することができません。なので、緑ガメや草ガメのように、中高生のカメさんは、バスキングライトで体を温めることで代謝を上げて排泄します。紫外線ライトは食べ物で摂取したカルシウムを太陽に含まれるビタミン D3 で甲羅を形成します。カメさんは他の爬虫類に比べてカルシウムが必要です。例えば、レオパのカルシウムとリンの比率は1から2がカルシウム。リンが1に対して、カメさんはカルシウムが4から6、リンが1必要になります。カルシウムが不足すると、グル病、代謝性骨疾患になり、甲羅が柔らかくなり、変形してしまいます。ビタミンが不足すると、ビタミン欠乏症、ハーダー視線炎になり、目が腫れて食欲不振になってしまいます。なので、カメさんにとって、バスキングライトも紫外線ライトもとっても大切なんです。そして、このライト以外にも、基本的に週2、3回の日光浴を行っています。ただ、天気が悪い、寒い、風が強いなどということもあると思います。室内でもできる日光浴の方法もありますが、そちらに関してはまた次回の動画で詳しくご紹介したいと思います。それを含めた上で、バスキングライトと紫外線ライトのおすすめは、1、GX エキゾテラスワイプグロー。こちらの商品は防水になっているので、水亀さんのように陸から勢いよくバチャンと入ってしまう個体にもおすすめです。2、GX エキゾテラサングロータイムビーム。こちらの商品は防水ではありませんが、例えば照射の位置が遠くなってしまう際でも温まりがいいのでおすすめの商品になっています。そして広範囲を温めてくれます。3、X エキゾテラヒートグロー赤外線ライト。こちらの商品はもちろん生体には見えにくい赤い光で温めてくれます。そして水カビ病、シェルロットの治療にも推奨されています。どっちの病気も乾燥と温めることが大切です。この赤外線ライトは他のバスキングライトに比べて温まりがいいからです。例えばサングローが10センチが50度、20センチが39度、30センチが33度で、ヒートグローが10センチが55度、20センチが45度、30センチが32度になります。我が家では正確に測ったことがありませんが、大体が20センチから30センチの間になると思います。そうすると断然赤外線ライトの方が温度が高くなるからおすすめです。紫外線に関してはおすすめというより1種類しかないのですが、その商品が、チェックスエキゾテラ UVB100。こちらの商品に関してはメーカーに問い合わせしました。リクガメのように紫外線を多く必要な種類は150が必要になりますが、
水辺に住むカメさんはそこまで紫外線を必要ではないそうで100で十分だそうです。ただ13W、26W があります。どっちを使ったらいいの？小さい水槽45cm までは 13W、 それよりでかい水槽は 26W になります。なので我が家では 26W を使っています。そしてライトだけでは照射できないですよね。そこで必要な商品がマルカングリップソケットです。ライトだけあってもどうやってつけるのってなりますよね。なのでこのクリップソケットを使ってライトをつけてあげてください。ちなみにライトやクリップソケットには口金のサイズがあります。大体が E26 になってますので、ライトのサイズとクリップソケットのサイズを照らし合わせてから購入してください。このクリップソケットはある程度の角度に回転するので向けたい方向に向けることができます。その他にも紫外線ライトカバーなどを使っている方もいますが、我が家では使ってません。代わりに使っている商品があります。100均の歯切れ布とカーテンをつけるやつ、ワイヤーラックで加工して作りました。ラブちゃんはなかなか細ないので、ダントツついて遠赤外線をつけて冬対策をしております。そうすれば肉場だけでもしっかり保温されます。なので我が家では24時間エアコンをつけてますが、どうしても冬だと、ましてやこちらは東北なので外の気温最低マイナス8度行く時もあります。なので冬対策は必要になります。エアコンで暖房をつけたり、暖突やヒーティングトップなどを使用してきちんと温めてあげる。そうしないと鼻炎や風邪、肺炎になってしまい、気づいた時にはもう手遅れになってしまいます。あなたが飼育しているカメさんの命を守ってあげられるのもあなたしかいません。まとめです。 1. 中高生のカメさんはバスキングをして代謝を上げるためバスキングライトが必要。 2. 食べ物で摂取したカルシウムを紫外線に含まれるビタミン D3 で構造を形成するため紫外線ライトが必要。3. バスキングライトのおすすめは赤外線ライト。他のライトに比べて温度が高くなるためです。4. 水亀さんは陸亀さんに比べて紫外線が必要ではないので UVB100 でいいそうです。5. 紫外線ライトのワット数は45cm 水槽までは 13W、 それよりでかい水槽は 26W。 6. カメさんは変温動物なのでしっかり冬対策しましょう。寒いと鼻炎や風邪、肺炎になってしまう恐れがあります。ちょっと補足なんですが、人間もカメさんも長時間紫外線を見ていると目に良くないので、できれば既製品やそれが難しい場合には我が家のように加工して作ってあげてみてください。いかがだったでしょうか。今回の動画はライトの必要性、そしておすすめのライトや必要な商品をまとめて解説してみました。中高生のカメさんはバスキングをして代謝を上げているのでとっても大切なことが分かりました。以前は防水ライトをおすすめしていたのですが、最近知り合った方に赤外線ライトをおすすめされて使い始めて脱皮がめちゃくちゃ進んでるんです。なので皆さんもぜひ一度試してみてはどうでしょうか。これで皆さんのカメさんも病気にならず健康に育ってくれたら嬉しいです。動画の中で紹介したものに関してはコメント欄にてリンクをつけておきますので、そちらをご確認ください。こんな感じでこのチャンネルでは巷では凶暴と言われてあまりよく思われていない緑ガメを飼育するとこんなに可愛いんだよと魅力を発信することを軸に、クサガメ、ミシシッピニオイガメの魅力についても発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またの。